田裕太郎、タレントでもあり、演者を飾り、そして去年はこの SS ジュニアクラスも制していきました。4回目の SL 全国挑戦、立てるかどうかというところで、この決勝ヒントはポールからとなります。非常にゆっくりとしたローリングとなっていますが、大丈夫でしょうか。ヤマハ SS クラス、SS ジュニアクラス1体がタイプはちょっと遅れていますが、なんかこいでこいで美味しそうですね。
この鹿先生の旅を僕に記憶していますし、衛星にしたドライバーたちに負けたくない、そんな思いで、さあ、テールテンローズの状態に持ち込んできました。課長予想も56秒台も出てきた。さあ、1コーナー入ってきた。2番手、3番手が入れ替わって、課長予想が2番手に、そして吉井真は、2コーナー立ち上がりではちょっと記録は取れませんでした。バックストレートから3コーナーは同時トップに、けれども、ここは入らず、吉井真弘です。吉井真弘は今、1位、3番手です。そして下り25番へと向かっていきますが、課長にも進んでいってもいいかもしれませんね。課長よくもペースまでとはいきませんが、ロックの高いメートルは、この先輩、56秒で、1つ前の先輩でも56秒で次に落ちているという中で、ロックと2番手との差が、片足を振っていたというような感じになってきています。2番手争いは、最終コーナーへと向かうこの1列が、吉井真弘はここは動きません。そして4番手は横山裕之介が現在6走、そして5番手争いは3人のバトルになっていまして、一が走る、そして本田空、さらには上原愛梨が来た、上原愛梨が来ています。そして一方の時はライブちょっと変えていきましたけれども、ここでノーダム変更はありません。カーナンバー3番の本田空です。一が走る、そして本田空、上原愛梨と5番手争いが存在しまっていますが、最高のところ一が走ると本田空のバトルが非常に激しくなっている。ラインを変えていますけれども、戻しには一が走る名前、本田空、そして上原愛梨というオーダーとなっています。下り25番手と向かう中で、本田空も動いていませんし、この後ろの立ち往路とですね、吉井は立ち置いて、吉井は横山愛梨の司会ですけど、ほぼ人もいもしかしたらあるかもしれませんね。その後ろの一が走るを先端にしました。道の前は最終の5番手争いとなっています。気になるのはタイムの方なんですが、2番手を走ります、課長自己ベストをマーク、吉井真弘もそう、横山仁之介も自己ベストをマーク、2番手を走ります、課長も56秒9、吉井真弘も冒頭で、横山仁之介はそれを上回る56秒8のマーク。現在はタチオと吉井真弘がテールテンロードの状態から一気へと入ってまいります。タチオの前、その後ろに吉井真弘となっているが、スライディングゴールへと向かう中で、吉井をここは引いていきますね。タチと追いついていきたいところですが、うかうかしていると後ろの引きつかれてしまう、それが誘導しても出てきてしまいます。まだこの手はコンパー8あるので、まだ発見というわけではなさそうなんですけれども、バトルは18時から横山も一緒にバトルという感じになりそうですよね。その間にトップの酒井はどん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 逃げていってしまいます。酒井優太郎、タイム56秒7、非常に速いペースで周回を重ねています。番手争いは1コーナーから2コーナーへと入っていきますが、ここにのオーダー変化もありません。先ほど2番手、3番手に吉井真弘、バスケットレーサーへ入ってまいりました。吉井真弘、接近をしてくる、接近をしていきますけれども、ここも入りきれない、若干入るという感じよりは、おじやかくというような感じで入りきれないのか、それとも何かしら次の作戦があるのかどうかわかりませんが、吉井真弘は止まらず3番手というところ、4番手には横山優之介、そして5番手にはこちらも独走となっておりますが、こちらはですね、本田空、こちらも独走となっています。少しの以外は上原愛梨と次に一緒に行ったはずとなっています。こちらも2号艇です。最終コーナーから立ち上がりますのは、カーナンバー8番、BWG レーシングから坂井優太郎、広友さんを大きく広げて2秒7の差、ファシストも更新、56秒576の坂井優太郎です。これは最後、残り9回半日でここの折り返しの周回なんですけれども、このまま行くかどうかというところですね。今2秒7の差です。第2番手争いだ、3コーナーから4コーナーにかけて、ここもどんどん吉井真弘は届きません。課長吉田もだと残っているとかそういうわけではないので、安定して公開いたします。スーパー SS クラス車両保安開始となりました。車両の引き取りをお願いいたします。繰り返します。スーパー SS クラス車両保安解除です。車両の引き取りをお願いいたします。先ほどその差がコンパ8ありまして、この前の周回ではコンパ7に縮めまして、さあこの周回では横山コンパ771まで迫ってまいりました。横山になって2番手争いのコンパが
ですけれども、ここでもいけるかも、相手に切れさせてみたいなことが勝ちかもしれません。吉田ひとり、吉田としましては、もう自身が走りをしているか、向かいの時にも追いついて、向かいの時にも落ち着いて、ポイントを戻していくかというところなんですが、今の部屋に立ち上がりのところで若干吉田ひとりが離れてしまった。またその感覚を続けるまでに集中かかってしまう、集中かかってしまうかもしれません。残り9回は6周になりました。残りは6周、実践終了、11周目に入りました。なんとこれ4番目の横山雄之介に456秒807と自己ベストのタイムが出てまいりました。横山雄之介、さあ、どんどん5秒ずつ進みます。そして今2コーナーから立ち上がるところは、これは上原愛を先頭に来ました集団で、上原がいて、そして石田が走る前で、そして藤原太郎、序盤で4番手を走りながら、マッチスを記録しながらとトロップをしてしまいました。藤原太郎も追いついてのこの今回の戦いになっています。これが7番手争いか、6番手争いです。6番手争いとなっています。そしてこの関西の戦いもそうなんですけれども、面白くなってきそうなのは番手争いなんですね。まだちょっと感覚がありますけれども、八王子さんと吉井和弘の一騎打ちに加えて注目していました横山雄之介がやはり追いついてまいりました。この2番手争いが3番の戦いになりそうです。横山雄之介、やりました自己ベストをさらに更新、56秒7です。これは前の2番よりも速いかというと速いですね。八王子は57秒で、それに対して吉井和弘が今3コーナー入ってきましたね。バックストレートを利用しながら吉井和弘、ついに突破口が見えて2番手に出てきました。吉井和弘が2番手に、最初は S 字ここでは戻すことはできませんが、スライス15番にここはついていくという判断。吉井和弘が2番手に上がり、八王子さんがすぐに戻すことがあれば横山雄之介のチャンスがあるんですが、いや、それでも追いついてますね。これは面白い展開です。吉井和弘が2番手に、3番手は八王子さんも、そして横山雄之介のこの3回の戦いが最終コーナーへと向かっていきます。2番手争いです。受ける全国大会 SS ジュニアクラストップの坂井雄太郎は宇都宮の3秒8と大きく広げています。2番手争いは表彰台の名をかけての戦いになっており、現在前にいるのが吉井和弘で、その後ろにエリスボールの金脇鶴と八王子さんも、その後ろに横山雄之介がこのバトルに参戦という形で3コーナーから4コーナーです。残り9回は4球となります。残り9回4球です。1時から立ち上がるこの団体は2番手争い、吉井和弘を先頭にした戦いが飛躍へと向かってまいります。ラインの方はこの数字になっています。この状態、吉井和弘の後ろに2回とつけて、課長ジェットも須田選手選手もバトルを展開しています。メンバーたちです。さあ、2番手争いは最終コーナーへと向かいますが、吉井和弘か、それとも課長なのか、それとも横山なのか、最終コーナーから立ち上がってきます。ラインは整っています。残り9回3球に変わりました。さあ、課長が最後を送りながら、ここでラインを割いて2番手に上がる。スタジオの人も2番手に戻っていきます。バックストレート、スタジオが2番手、3番手の吉井はスタジオが守っていく。3コーナー速度が乗らない。アウト側から吉井は広が、いや、クロスを取って横山雄之介、横山が3番手に上がった。横山3番手、吉井は広が1つ順位を落としてしまいました。現在4番手の位置、スタジオ25番手、吉井は戻っていきたい。3番手の位置横並びで、吉井は広が3番手に、横山が4番手になっています。リアピン立ち上がってきて、2番手は鍵を、3番手が吉井は、4番手に横山雄之介、ついに向かって、ラインを変えていきますけれども、ここでの大田の変化はありません。その後ろは、モンタが現在独走です、5番手。さあ、ホームストレートに戻りました。残り9回は2周。残り2周です。高井雄太郎は、これはもう安全性脱出、4秒差とか。さあ、2番手争い、1コーナー。吉井は広が振っていった。立ち上がってきて、2番手入れ替わってきたか。クロスが入った。波状が2番手、3番手が吉井なんですが、最後は3の状態だった。さあ、コーナーにかけて、インターバーが波状。吉井はアウトに振って戻せない。時代抜きだ。横山雄之介が行った。横山雄之介が2番手で上がった。横山雄之介2番手に、そして3番手が波状。下りにして壊れると向かう中で吉井は広が行くと、吉井は行った。吉井は広が3番手に上がった。波状は4番手にドロップ。2番手争いが激しい。残りは1球半です。トップの坂井は完全なる独走。ヘアピンからの立ち上がりは2番手争い、横山
龍之介が今トップ抜け出しました。2番手独走になれない。これは少し立ち上がってタイムのラップでの勝負になりそうです。最終コーナーから立ち上がりまして、カーナンバー8番の坂井雄太郎はファイナルラップへと入ってまいりました。2番手争いは横山、そしてこのインサイドを吉井真宏がホームストレートを受けて、1コーナーは吉井真宏が入っていった。しかし横山頑張る、立ち上がりちょっとピットコース、そして2番手争い吉山が前、その後ろに横山、その後ろに梶尾がスペースつけて、ニアピンは今を守っていきます。吉山平も今を伺うことができません。3番手に横山雄之介、その後ろに梶尾、辻へと向かってくる。辻から第25アイアルへと向かってきています。2番手争い、残りは半数、吉山なのか梶尾なのか横山なのか、さあ、ヒアピーへと向かっていきますが、2番手が吉井は、3番手が横山、そして4番手に梶尾、最終コーナーへと向かっていきます。坂井雄太郎は、後ろの大きく大きく突き放して、この SF ジュニアクラス SL 全国、4勝目。そして2番手の人は立ち上がってきまして、吉井は広が2番手、3番手は梶尾、4番手に横山雄之介、5番手に横山雄之介、SL 全国大会で名を馳せています坂井雄太郎、今年も勝利を手にしたのか、トップセッターを受けていきました。ヤマハ SF ジュニアクラス、昨年2021年地方大会このクラス優勝、トップセッターは坂井雄太郎となっています。これからが非常に楽しみな、自らだけで未来を切り開く、そんな一日となっていたのではないでしょうか。ありがとうございました。高橋です。おめでとうございます。
緊張の状況でした。